はい、でも楽しい仕事の時間ですよ。今日ですね、とっても辛くてとってもスパイシー、同じがとっても辛くてスパイシーなんだけど、とっても美味しいやつが出来上がりましたよ。とっても美味しく出来上がりました。いやー、ここで辛くてね、正直ここで辛くなって思わなかったんだけど、本当に見てください。まあまあ、はい、どうも楽しい仕事の時間ですよ。今日ですね、いやー、もう本当に名前が分かんない、なんてね、この料理というか、この品物、この非品物ではない、このあのメニューの名前、メニュー名をなんて言えばいいのか分かんないけど、とっても辛くてとってもスパイシー、同じからだ、もうどうしよう、ここまで辛くなると思わなかったけども、出来上がりましたよ。ということで、いつも通りお手手を洗ってお水を一口飲んでから始めていっております。木島るきでございます。よろしくお願いいたします。大鶏肉、大トレ、トレじゃない、大鶏もも胸、もも胸肉じゃない、もも肉を2枚使いまして、今日はね、カレー用のというか、スパイスを生地は持っておるんですよ、いくつもいくつも。で、そのうち、ホールじゃないというか、ちっちゃいやつは、ホールのやつも使ったけども、基本的にはもう粉になってるやつ、あれをね、大体持ってるやつをほとんど使って、全部じゃないけど、あ、全部かな？ん？どうだっけ？使って、鶏肉をね、焼いていこうじゃないかと、焼いていこうじゃないかというふうに思ってですね、今日やったんですけども、まず先に言っちゃいますよ。大成功でした。大成功で、しっかり美味しかったんですけど、これだ、これ。このね、唐辛子のこれ、カイエンペッパーでしたっけ、これ、名前。これね、ちょっとね、セーブというかさ、あんま辛くなりすぎないように、ちょっとにしようと思って、あんま入れないようにしようと思ってたんだけど、入れすぎてたな。はっきり言って、正直言って。これ、入れすぎの部類に入るでしょうな。辛かったもんね、これ。本当にこの塩の量は適量でした。自然。美味しい塩ですよ。美味しい自然塩入れで。辛すぎたな。ちょっとここまで来るとは思わなかったっていうぐらい辛くなりました。で、これ、本来であればよ、水か、まあ、油、オリーブオイルとか、この目の前に見えてるオリーブオイル7割、サラダ油3割ぐらいのこのブレンドしてるキジマの油。キジマの油ってキジマの体から取った油じゃないですけども。その油を入れるかなんかしてもいいかなと思ったんですけど、カレー作るときもなんかもうそうよ、このスパイスから油で香り出しとかするでしょ。それに油がないとちょっと粉っぽくなっちゃったりするから、そうかなと思ったりもしたんですけど、いや待てよと、この鶏からね、エキス、旨味、油がねたっぷり出るのを僕は知っておりますから。これ業務スーパーのあれ、ブラジル産のあれですよ。いつもたくさん出てくるから、そう、入れる必要ないぞということでやって、で、そうか、これ今何やってるかというと、これ途中で思いついたね、途中で。あ、そうだと思い出したっつって、あるわと思ってさ、カシューナッツ、クルミ、アーモンドか、これ3種類のあれなんですけれども、それ入れたら美味しくないんじゃないかなと思って、それを取ってきたんで、で、1枚はそれありで、で、もう1枚はこのナッツありで、1枚はなしでやろうかなと思ったりとかして、一瞬止まったんだけど、一瞬止まっていたんですけれどもね、一瞬止まったんだけど、まあね、ちょっとそんなことやったって、どうせフライパンで混ざると。ね、一枚一枚焼いてたら、一枚焼き上がるまでにもう一枚は冷めると。で、いいことないと。じゃあもうね、両方一緒に一気にやっちゃおうということで、結局全部ナッツ入りにしました。で、この卵は2個です。いつも贅沢に卵は2個でございます。今日もね、間違って辛くなった時のこと、ためとかそういうことも考えてよ。逃げ道がないことには。で、口の中をね、優しく包み込んでくれる方がいらっしゃらないとさ、これも逃げ道がないと大変なんだから、もうね、この、なんだ、カレーはね、もうどうやったって美味しくなるのは分かってるんですよ。美味しいけども、辛みがどこまで来るかっていうのは自分で分からないからさ、そこはちょっと優しさをいつもの倍と、まあ、いつもの倍って言っても、いつもキジマに卵2個か3個乗っけてるから、いつもと同じなんだけども、まあ、全卓に行こうじゃないかということで準備しました。で、あれ、そうそう、ブロッコリーをやったこの、チンした順番もよ、本当は先の方がいいの分かってん、後の方がいいの分かってんですよ。この焼いて、鶏肉焼いたりとかしてるときにブロッコリーチンしてとかの方がいいのが、本当はそうだって思ってやってる時も思ったんだけど、でもこのスペースをさ作るというか、この狭い台所でね、この狭いところでやってるわけですから、スペースをまず作らんといかんぞ。じゃあこれ先にブロッコリーやってからあっちの持ってってチンしとけば、その間スペースができるわけだからな、これでやるしかないわってやって、で皮目からやりましたよ。皮目が、これも大成功だった。皮目をね、まずやっておいてからね、皮目はカリッとさせていきたいなと思って、も大成功。食べた時美味しかったね。皮はカリッとして、スパイシーでナッツの香り、香りだけじゃないんだな、ナッツはな、食感も楽しんだな、よかったよ。で、入れた量もね、この鶏肉だけで考えるとね、決してね、適量とは言えないんですよ。でも僕はね、もう入れようと決めた時から考えておった。もうそれビタッときましたね。これ野生に、この野菜によ、キャベツと玉ねぎ刻んであるがね、これ見えましたよね。あそこにね、かけてあげようと、かけてあげましょうということで、
そういう風になりまして、でそういうことを考えながらこういろいろやってるうちに、あの米もやるから、あ米ね、この今後から出てきますけどね、フライパンに残ったこのエキスはね、そのまま捨てるのもったいないぞと。じゃあ米に吸わしてから全部ね、うまみエキスを全部、そのナッツも含めて全部吸い取って、最後は米でやりましょうと、包み込んで持っていきましょうと、木島の胃袋まで持っていきましょうという風にね、こうやって、でもしっかりと、もうしっかりとですよ、全部取ってね、なんだ、無駄なくね、ちゃんとあの皿の上に乗っけていただきましたよ。今なんで話が途中でちょっと突っかいたかっていうとね、変なことじゃないけど、ちょっと思い出したのよ。何十年何百年とね、継ぎ足しのねタレを使ってやっておりますと、ね、それは不衛生だとかいう意見もありますけれども、まあね、その気持ちの問題だと、あいうことでね、聞いたことがあるよという、その聞いたことがある話はね、あの話を、実際に継ぎ足しでやっても何日間かでもうそれはチャラでなくなって、どうにかなんちらかっちらなっておるという話を思い出したわけですよ。なんでそれを思い出したかっていうとですよ、その木島の中にどんどんいろんな食べ物を継ぎ足しで、ね、今日食べて明日食べて朝昼晩食べて明日も朝昼晩食べてって、その蓄積だというふうに言ってもですよ、じゃあね、2年前に食べたね、あのとんかつだとかね、あの唐揚げだとかね、あのアジフライのね、栄養というかね、体を作るその成分がね、体を作った分がですよ、まだ体に残っておるのかと。それはもう通り過ぎて、もうあと2ヶ月前の分でしかできていないということなのかと。まあそこら辺がね、僕もはっきりとわからないんですね。それはどうなんだろうな。それどうなんだろうね。今この動いている体っていうのは、何年前に作った体の分なんだろうかね。それわからんな。でも、筋トレしてないけど、まだ、その名残が、僕自身の体で言うとですよ、名残があって、あの時の貯金が効いてるなっていうのがさ、まだまだあるわけよ。ってことはやっぱ人間は、継ぎ足しのタレとは違うな。継ぎ足しのタレとは違うな。そういった意味で言うと違うかもしれないね。これはもうその科学者、その博士の方々に聞かんと分からんけれども、専門家の方に聞かんと。こうもしかしたら何年も残ってるかもしれんな。いや、そらそうだわ。そういうことだわ。だってあれだもんね、タバコ吸ってる人間、肺がんのリスクなんちらかんちら、肺の汚れ具合なんちらかんちらっていうのもさ、やめたらすぐ良くなるわけじゃなくて、なんとかかんとかなんかそれでも聞いたことあるからね、ありますもんね。まあそうだ、もう何の話かよくわからん話してたら、もうこれもうそろそろ出来上がりますよもうそろそろ出来上がりますね。見てよ、ほら見てんだ、このフライパン何も残ってないよ。フライパンに何も残ってないね。え、なんかのかけらどころかエキスさえも全くね、もう残ってない。もう木島が通り過ぎたらもう不毛の地ですよ。不毛の地、木島の頭に髪の毛が入ってないって、そういった意味の不毛だろって何を言ってるんだと、おっしゃる通りでございます。でもちょっとは残ってるけどな、頭に今日はちょっと残っておりますけれども、木島がね、通り過ぎた木島が振った後のね、木島が使った後のフライパンにはね、もうエキスも何も残ってはない、おらんぞと、もう不毛のフライパンだというふうにね、それなるわけですよ。もう見ての通りです。ご覧になってください。ほら、よく見てください。もう何も残ってはないんだから、もう美味しくできた。エキス全部吸って、米から何からでもね、しっかり辛かった。びっくり。もう出来上がった。いや、もう本当に辛かったんですけど、この味付けとして、味としては、もう最高でした。もうめちゃめちゃ美味しかったんで、食べてる方の動画も、ぜひよろしくお願いいたします。